メメオミュージックをご覧の皆さん、こんにちは、藤原さくらです。今回台湾で初めてライブをさせてもらうんですが、グリーンという素敵な、自信作ができましたので、ぜひ、EP 聴いてもらって、また台湾でもライブできるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。